はい、こんにちは、グランピー清水です。今日はですね、新しいブランドの紹介と、その選び方みたいなのをちょっと紹介していきたいなと思います。ですね、マウンテンバイクなんですけど、ロッキーマウンテン、2023年モデルから、取り扱いを始めたいと思っておりまして、まあ、新しくというか再開するという感じですね。以前ロッキーマウンテンもやってたんですけど、また改めて、取り扱いを始めようかなと思ってまして、その紹介をちょっとしていこうかなと思います。で、マウンテンバイクって言ってもですね、これ見てください。このですね、ロッキーマウンテンですらこんだけ種類があります。マウンテンバイクだけじゃなくてグラベルバイクとかその他もいろいろ混ざってはいるんですけど、こんだけ種類があって何を選んだらいいかわからないっていうのが、特に初心者の方、これから始めようかなって思ってる方には、選びづらいんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりマウンテンバイクの選び方っていうのもちょっと合わせて、紹介できればと思います。で、ですね、ちょっと今村上君撮ってもらってますけど、分かんなくてあれば言ってください。はいで、ですね、まあ、マウンテンバイクって言っても使い方がいろいろありまして、アクティビティとして乗るのか、その趣味として乗るのか、あとは日常的に使いたいのか、いろいろ使い方はあると思うんですけど、今回のこのロッキーマウンテンに関してはどっちかというとアクティビティとして趣味として、使うのに向いた、ブランドだと思いますので、その辺を前提でお話をしていければなと思います。で、これ今から買う方で、2代目3代目っていう方はもう大体自分が何やりたいかっていうのが分かってると思うんで、やりたいものに適したものが大体何か分かってると思うんです。それ専用、例えばダウンヒルがしたいという方はダウンヒル専用を買って選んでいただいたらいいんじゃないかなと思うんですけど、主にですね、今日はよく分からない人、これから始めてみたい方、そういった方にちょっと助けになればなと思います。で、マウンテンバイクの選び方ってこう見るポイントっていうのが何個かあるのはあるんですけど、なんていうんですかね、分かりにくいかもしれないんですけど、ポイントちょっと紹介します。ポイントになるのがヘッドアングルと、ストロークですね。特にフロントのストロークになると思います。ちょっとこれすみませんね。で、ちょっとですね、ちょっと汚いんですが、こんな風に、ちょっと絵をお絵描きしてみました。で、この縦軸がヘッドアングルです。横軸がストロークで、ヘッドアングルとストロークってなんやねんっていう、そこからの方はまたあれなんですけど、ヘッドアングルっていうのはフォークがついてるヘッドチューブですね。ヘッドチューブ、ちょっと待ってね、出しましょうか、絵を。例えばこのインスティンクトっていうモデルですね。これですと、はい、この今フロントフォークがこうついてまして、で、ここ地面あるじゃないですか、地面があって、このフロントフォークもヘッドチューブ、ここ延長線、このヘッドチューブの真ん中をそのまま伸ばして地面と当たったところ、ここの角度、これがヘッドアングルって言います。で、ストロークはこのサスペンションがマウンテンバイク基本ついてますけど、その動く量、サスペンションの動く量のことを言います。で、さっきの絵だとですね、こちら、うわっはっは、はい、これですね、こんな感じになります。縦軸がヘッドアングル、横軸がストロークになってます。で、マウンテンバイクの場合、ヘッドアングルが、だいたい68度から63度ぐらい、数字がちっちゃくなればなるほどヘッドアングルが寝てるって言います。数字が大きいと立ってるって言います。で、ストロークはもう0ミリのリジットですね、からだいたい最大でも今200ミリぐらいのストロークになってます。で、これは基本的にフロントのストロークと思ってください。まあ、リアだいたい前後一緒のものがついてるんで、フロントで考えていただければなと
思います。でこれどんな感じなのかっていうと、この色付きで書いてあるところ、これがまあ乗り方というか、例えばこの緑のところはダウンヒルができるもので、青いところはトレイルって、まあ自走でこう山入ったりして、遊ぶ遊び方、まあ、トレイルですね。でこの赤いところ、これは XC です。あのクロスカントリーという競技がありますよ。この辺の競技のことを言います。この黄色いのがまあ日常でのところかな、領域かなという感じになっていきます。でマウンテンバイクの種類も結構いろいろありまして、XC、トレイル、エンデューロ、ダウンヒルとかありますが、これがこの黒い丸がそのカテゴリーですね、のバイクです。でカテゴリー、バイクのカテゴリーでどんな走り方ができるかなっていうのが、まあ、これでちょっと想像していただければなと思います。で、まあ、さっきも最初に言いましたけど、最初からやりたいことが決まってる方、例えばダウンヒルがしたいっていう方はもうこの辺のダウンヒル、特にこっちですね、この辺のものを選んでいただいて、クロスカントリーがしたいっていう場合このクロスカントリーのものを選んでいただければなと思います。なんか質問ありますか？ではなく、そうです、大丈夫です、はい。で、ですね、何を話そうと思ったのかなですね。で、こうはっきりしてない、何をしたいかわからないという方が多分ほとんどだと思います。どんなことができるかもわからないという状況の人も多いと思うんですけど、特にですね、こう今からなんかマウンテンバイク欲しいなって思ってる、山走りたい、なんかこう、まあ、アクティビティとしてマウンテンバイクが欲しいという方はですね、この辺り、トレイル、この辺りを買うとまず間違いはないです。選ぶと間違いがないですね。で、例えばこの中選んで、だいたいですね、ストロークが、これですね、トレイルモデル、この辺を買ってもらうのが一番いいんじゃないかなと思います。だいたいストロークが 130mm から 160mm ぐらいのもので、ヘッドアングルが、65度から前後ですねのものっていうのが、まあ、山ダウンヒルもできてですね、まあ、ダウンヒルですね、ダウンヒルもできて、自走で山も登れるし、そこそこ走れるというものになります、はい、ですね。で、あとまあ初心者ほどフルサスが僕はおすすめしてるんですけど、よくあの初心者の方はもうハードテイクルから始めて、なんていうんですか、テクニックを磨きましょうみたいな話があるんですけど、あれはちょっと僕は幻想だと思ってて、最初からフルサス乗った方がはるかに上達は早いと思います。でハードテール乗ってスキルを磨きたいっていう場合は、ダートジャンプ系のバイクの方がいいと思います、はい、なので特にこれからフルサス買おうかなっていう場合は、マウンテンバイク買おうかなって思ってる方はトレイル系の、フルサスがいいと思います、はい、あとですね、ロードバイクからマウンテンバイク乗りたいって方も結構いると思います。最近でそういう方は何がしたいかっていうのを本当はっきりさせた方がいいと思います。でマウンテンバイクを楽しみたいのか、トレーニングで使いたい、スキルアップに使いたいのか、もしくはクロスカントリーに出たいのか、その辺をはっきりさせた方がいいと思います。特にいろいろ選ぶもの変わってきます。で、クロスカントリーに出たいんだという方はもう XC バイクを選んでください。で、スキルアップがしたいとか、まあ、楽しみたいという方は、トレイル系ですね、この辺を選ぶと間違いないんじゃないかなと思います。でロードバイク乗ってる方は特にですね、重量はすごく重要視される方が多いんですけど、でフルサスのちょっと長めなストロークの場合に登らないんじゃないかとかっていう心配される方も結構多いと思うんですけど、そういう場合は登りもやっぱ登りたいし、まあ、山も楽しみたいっていう場合ですね、ダウンカントリーっていう
あのものが最近あるんですよ。ちょっと見えにくいかもしれないですけど、あの少しストロークの長いクロスカントリーバイクみたいな立ち位置なんですけど、ちょっとヘッドもネギ味でストロークも長めで、でもかつ軽量で登りやすいっていうあのカテゴリーがあるんですけど、あのロードバイクでからこうちょっとマウンテンバイク乗りたいなっていう方は、このダウンカントリーっていうこの辺もあのおすすめのカテゴリーでございます。これはあのダウンヒルもある程度できるものもあったりするんで、軽量でかつ登れて、そこそこ下れるのが欲しいって方はこのダウンカントリーっていうのがいいんじゃないかなと思います、はい、ですね。で、じゃあちょっとあのじゃあロッキーマウンテンはどうなんだっていう感じなんですけど、ちょっとそれを見ていきましょうか。はい、ポチッと。で、ロッキーマウンテンはですね、こんだけありまして、ちょっとちっちゃいですが、モデルをちょっと上から一個ずつ言っていきます。スレイヤーっていうのと、アルティチュード、インスティンクト、グローラーとエレメント。これがあのマウンテンバイクのメインになるモデルになります。で、スレイヤーはまあフリーライドって書いてますけど、ダウンヒルができる、ダウンヒルに特化したモデルになります。でアルティチュードもエンデューロって書いてあるので、まあ、エンデューロレーサーですね。ストロークの長いと、ま、一応登れて、下りを攻めれるバイクになります。でこちらインスティンクトとグローラー、これインスティンクトはフルサスの トレイルバイクで、グローラーがハードテールのトレイルバイクになります。でエレメントがこれクロスカントリーって書いてありますけど、あのダウンカントリーバイクになります。でこれ1個ずつ見ていきましょうか。これがスレイヤーですね。こちらで、これがですね100ストロークは180ミリぐらいの前後180ミリぐらい動くんで、でフロントもこれ確か200ミリいけるんでダブルクラウンがつけれるんじゃないかなと思いますけど、ダブルクラウンのかなではないですね。あこっちはシングルクラウンのフォーク、こっちダブルクラウン、あのバイクみたいにドーンってダウンヒルができるモデルですね。なのでダウンヒルしたいっていう方はこれですね。で次こちらアルティチュード、はい、これアルティチュードですよね。とアルティチュードですね。これエンデューロバイクなんで、一応上りも考慮された、ロングストロークの、フルサスバイクなんで、ダウンヒルメインで遊びたいっていう方はこちらがいいんじゃないかなと思いますね。ストロークが170ミリかな、確か前後170ミリぐらいだったと思います。下りに振ったモデルになります。で次がこれインスティンクトですね。トレイルバイクになります。100ストロークが150ミリぐらいですね。フロント150、リアが140のトレイルバイクになります。なんで登って自走で、山も遊べますし、ダウンヒルもそこそこ楽しめるというモデルになります。個人的にはこれが一番おすすめです。軽くてちゃんと登って、ちゃんと下れるバイクですね。これからマウンテンバイク始めようという方にはこれがすごくおすすめのバイクになっていきます。はい、で、次がグローラーですね。これもトレイルバイクなんですけど、ちょっとロングストローク、ヘッドがネギ味のハードテールバイクになります。後ろに差すことがないやつですね。なので、一番手が出しやすい部類かなと思います。でちゃんと一応下りも考慮されて、下りやすく下りも怖くなく下れて、手が出しやすいものとなりますので、フルサスは欲しいけどちょっと手が出ないなっていう方はこれから入るのがいいんじゃないかなと思います。はい、で次こちら、ですね、これなんだ、エレメント、さっきのダウンカントリーバイクですね。これも僕は個人的にすごく、おすすめのカテゴリーで、特に本当に自走で山遊びたい方っていうのはこれがすごくいいと思います。山も坂もぐんぐん登って、舗装路もぼちぼち走れるモデルになります。で最近のこのモデルはですね、ヘッドアングルも割とネギ味なので、下りもそこそこ走れちゃう
ものになります。でストロークがこれ、フロント130リア120ミリなんで、軽いダウンヒルならつけちゃいますんで、これすごくいいと思います。自走派の人、トレイルの人、あとロードバイクからマウンテンバイクにちょっと手を出したいなと思ってる方っていうのは、この辺がすごく違和感なく乗れていいんじゃないかなと思います。で、あとですね、今度ロッキーマウンテンがですね、今年は E バイクが日本に入ってきます。で、これインスティンクとパワープレイ、パワープレイっていうのがあのロッキーマウンテンの E バイクになるんですけど、この辺も国内入ってきます。ただこれちょっと一個注意があって、あのタワーユニットが日本にの法規に対応しておりません。なので公道で走る分にはちょっと難しいモデルになります。クローズドコースで、走る分にはいいですけど、公道では走っちゃダメなやつなので、ちょっと注意が必要ではあります。24キロでパワーは切れるんですけど、最大トルクが、オーバーしてるみたいなんで、国道と公道での走行ができないモデルになっております。で、さっき値段を全然言ってなかったんですけど、ですね、で、今年はなんていうんですか、割と余裕があります、予約に。で、割とまだ余裕があってですね、これから予約も取りやすくなっております。去年とかも一瞬でなかったんですけど、今年は全然いけます。で、とりあえずグランピーではですね、インスティンクと、これじゃない、これインスティンクと、おいインスティンクとのアルミモデル A30、 これをですね SM1 台ずつとりあえず確保しております。で、価格が、税別で45万なんで、税込みで50万弱ですね、なっております。これが、フロント 150mm ストロークの、リア 140mm ストローク、何でもいけるやつですね。ちなみにこれヘッドアングルがですね、持ってるかな、はい、そうです。この最初にヘッドアングルとストローク見たらいいよって言いましたけど、これ何を見たら分かるのかというと、大体このホームページ行ってもらうと、ジオメトリーっていうところがあります。これをですね探していただいて、だいたい上の方にありますね、これありました、ヘッドチューブアングル、これですね、これ65度なので、ダウンヒルもそこそこいけて、上りも、違和感なくいける、ヘッドアングルかなと思います。で、このインスティンクトに限らずロッキーマウンテンのフルサスの特徴なんですけど、ここにですね、ちょっとこれ見にくいんですけど、ここにですね、回転できるチップがあって、ヘッドアングルと BB ハイトですね、この BB ハイト、これをですね調整できる機構がついてます。ここぐるぐるっと回せるようになってまして、それが調整できるようになってます。で、後ろもホイールベースを変えられるようになってまして、乗り味に好みに合わせて変更、コースに合わせて変更って形できます。で、これ何がいいかっていうとですね、基本的にロッキーマウンテンはマレットが設定されておりません。で、29インチなんで、後ろ 27.5 インチにするとちょっとこう BB が下がってしまうんですよね。で、ヘッドが、想定以上に寝る方向に動いてしまうんですけど、そういうのを補正することもできちゃいます。マレット仕様ではないんですけど、これをマレットにしようと思ったら、そういった風に対応できるということもあるんで、こういうのは結構いいんじゃないかなと思います。はい、なのでこれですね。で、比較的フルサスにしては手が出しやすい価格帯なので、結構おすすめでございます。で、もう一台、こちらグローラーですね、こちらも入荷してきます。で、グランピーとってのグローラー20、これですね。で、これまだ去年の
カラーです。まだ出てないんで去年のカラーで案内しますけど、グローラー20、こちらが入ってきます。でこれがですねフロントが100何ミリだったかな、スペシフィケーション、フォーク130ミリストロークなんで、程よい感じですね。130ミリストロークのサスペンションが入って、ジオメトリーがどうだ、ヘッドアングルが64度なんで、さっきのインスティンクトより寝ているという、64度結構寝たアングルなんで下りも割と安心していけます。でヘッドアングル寝てるとどうなのか、立ってるとどうなのかというと、寝てるとあの下りが、安心してハンドル取られにくく下りやすくなります。でタッチすぎてるとクイックなんですけど、グリッとなりやすいんで、ちょっと怖いです。はい。ですね。でこれ入ってきて、これが18万6千円なんで、大体今20万円弱、税込み20万円弱ですね。フルサスは欲しいけどちょっと手が出ないなという方は、この辺がすごくマウンテンバイク始めるにはすごくいいんじゃないかなと思います。そんな感じですかね。なんか村上君聞いてみたいことありますか。なんか聞く余地がなかったですね。あ、ほんますか。もうデザインは先に見てますけど、はい、すごい良かったですね。はい、ちょっとね、色はこれまだ発表してないんで色出せないんですけど、あのなかなかいい色が入ってきます。あ、でさっきのインスティンクトはもうこれはもう発表されたもので、この色が入ってきます。はい。ですね。あとですね。で、まあ街乗りとか通勤とか日常で使いたいっていう方はですね、あの空手モンキーとかあっちの方が使いやすいかなと思います。まあこれがこういうのが好きでこれがいいんだってなれば、まあ街乗り使ってもらってもいいとは思うんですけど、普段使いとかになると空手モンキー、フルリジットの空手モンキーとかの方がいいのかなと、もしくはもうグラベルバイクをフラットバーにしてしまうという方がもしかしたら合ってるかもしれないですね。はい。ですね。そんなとこですかね。ちょっとなかなか分かりやすかったのかちょっとどうかは分かんないですけど、ああ間違った、インストレートだった。はい。ほらなんでやなんで、はい、こっちですね。あ、はい、こんな感じで、なのでこれからなんで、これからまあマウンテンバイク始めたいという方はこの辺のエリアを狙っていただけるとすごく過不足なく遊べるのかなと思います。はい、あですね、はい、そんなところです。あともついでなんですけど、実はあのロッキーマウンテン始めるんですけど、イエティも国内に入ってきておりまして、再開をしておりまして、とてもいいのでこれも予約を受け付け中ですので、かっこいいですね、イエティ。はい、これはもう本当にいいやつばっかりなので、はい、いいですね、イエティ SB、 おすすめですね、この SB、 僕一番おすすめこの SB140 です。トレイルバイクですね、何でも使えそうな、トレイルバイクになります。これがすごくいいですね。100フロントが160、150、リアが140ミリストロークの、一番使い勝手のいいところだと思います。かっこいいですね、かっこいいな、かっこいい。でこれが SB120、 これがダウンカントリーバイク、ロードバイクからマウンテンバイクで、ね、これがいいと思います。あと地味にいいのがこの ARC ですね、ハードテール、これもいいです。程よいヘッドアングルと下りもそこそこ走れてちゃんと登れる軽いっていうやつですね。はい、ダウンヒルしたい人はこれ乗ります。で、あとです、まあ、予約受付中なので、ロッキーマウンテンにしろ、イエティにしろ、詳細はお問い合わせいただければなと思います。はい、それでは長くなっちゃいましたけども、分からないことはまたコメント何質問いただければお答えしますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。